だ。それと。おい、かかるぞ。すばしこいの。紙の方なら取れんじゃろうよ。この辺りは魚も釣れてないじゃろうから、タツオの股の尻で浮き上がってきとるじゃろうに。ははっ、逃げ島で両釣れなわけにはいくまい。あとは夜じゃとて、縮み上がってしまうわだ。何つけとるんだい。コロンというもんじゃけどの。ああ、女にもろたんじゃけど、カカの前でつけたりしたこれじゃ。お前山の神さんの前じゃお前変わんのかよ。俺にも来るよ。山の神さん、匂いのええ男の方がええと言うんじゃろの。腰にすがりつくんじゃ。何遍もすがりつかれたけどの。どれ。多すぎるんじゃよ。お前らいぶされるのこれからじゃ。カカも子も親も兄弟もみんな寄ってたかっての順座に。ジョータ、お前それキャンプファイヤーみたいに炊くんじゃ。俺小屋掛けするの初めてじゃもん。兄らにしごいてもらえ。もう小屋に泊まれるのも時期ギリギリじゃ。どうやって思いついたんじゃ。早取りの罠仕掛けとこう思うての。
おう、あと何日入るじゃ。ああ担当に金ははっきりしたことはわからんが。いけんの。仕事が一番じゃよ。今日の事実工事だと評判じゃ。やない、こんだけ。こんじゃ。女じゃな。獅子も女、女も女。ほら来い。獅子も手なずけとるんじゃさかいの。わしら獅子狩りに行くときは犬連れて行くだけだけど、敵ら本格的じゃ。戦争するみたいに調べていくんじゃさかの。乗っとる。ええのここは男の匂いでムンムンしよる。おい、おさんええぞ。この紐は次はどこへ行くんだい。ここを通してここに結ぶんじゃ。取るやつや。ここで結びじゃ。あともうちょっと早かったら松二にも来れたんやけど。ここまで船こいで来たことあるんかい。昔うちがついて回っても知らん顔してあった誰じゃ。久しぶりやね。
石当たらなんだかい。怪我でもしたらどうするんだ。手書きじゃ。小心。兄、うまいことできた。人間でも手突っ込んだら骨砕けるぞ。喫茶店でコーヒーでも飲まへん？うん。ほら、チビ、あいつ、よし、ほら、よし。シロ、シロコ、シロ、シロ、シロコ。臭いやつや。ほら、もう帰れ。母ちゃんに風呂炊いとる言うたれ。それからばあちゃんに愚痴ばっかし言うな言うたれ。うん、よし、よし、行け。ほら、よしよし。今のうちから訓練じゃ。しっかりした顔して。つる構えじゃ。やんない。犬の訓練所あるんじゃと聞いてな。犬じゃの。那智の一の地じゃよ。あんたらに一言うてもわからんじゃろうが、この辺りにおるの混ぜとるのばっかしじゃけど。兄、止めようか。我慢我慢。どうせこのおじさんら山川の兄さんから聞いてきて、こんなど偏僻なとこにろくな犬おらんと聞いてきたんじゃろうから、見えたれ。見えとれ。鉄砲使わんでも犬おったら指示かれるんじゃど。見えたれ。
こから来たんだい。そこの奥の砂へ来たんじゃけどの、山買いに。ブローカーいっぺんに増えたの。海中五円様様ですわ。昔はこんなにして指示取ったんじゃ。おい、うん、獅子狩りに行っとるもんまで俺が犬をこうやって訓練しとるの僕は言ってんじゃ。よしよしよし、人にはかまんのかい。俺が言うたら人間でも獅子のように追い込むんじゃ。人様を追い込むような犬じゃしつけ悪いな。よく受けおろよ。早速若い衆はあたがし持ってきてる。そっとそっと神さんにあげる祭りのあたがしみたいじゃ。ちょっと返して。ここ田舎やからあんまり派手にしたらあかんよ。キミちゃんちょっと。何よ、何やきもち焼けるん。あんたの亭主なとらへんよ。でさ、これ持ってきたったき。そこのイケスの夜食じゃけど。魚、あの池の中におるん。うん、あるん。たっちゃんに聞いたとき、ついちっちゃな魚を思ったったのに。坂本の兄か、あの兄ら山の方じゃから、海のこと知らんわい。俺。いや、生きとる。こんな大きい魚、まだ生きとる。これくれるん。あ、聞いた。いや、いや、よ、入って。私の店ないけど、ビールあるし。入って。油いうものはそう簡単に負けるもんじゃないがの。悪いやつがおるもんじゃな。火つけたらボート燃えるじゃろ。重油やさか燃えんわ。そうか、重油は高いんかの。1リットル80円ぐらいじゃろ。ああ、すると8000円ぐらいで何百万のすんじゃの。悪さにも程があるの。やっぱりよそから来る釣り客かの。うれ、よそ者が来た。ああ、重油巻いたのはあんたと違うか。アホなこと言わんといて。女の私にできるわけないわだ。捨ててしまうんよ。
ああ、どうもできんわ。座ってくるし、どうにもならん。おい、犯人捕まえたらどうする。殺したのは、おなおも見なしての。殺すか。はい、はい。あ、タツアにはおるかい。しんちゃん、一緒と違ったん。山仕事2、3日暇やさか、獅子狩りに行ったけど。兄ら獅子狩ると違うんじゃ。わしも他のもんも誘われたがよいかん。ゆんべから青年館に泊まり込んでいろいろ話聞いとったから。ついて行ったのは年をぐらいやろ。どうしよう。いつまでも若衆みたいに青年館に泊まり込んで言って、ばあちゃんが怒りやる。それじゃあ。イノシシやなしに猿を狩る言うやから、話聞いただけでヘドが出そうになる。部長。兄、鉄砲貸してくれんかい。あかん、あかん。毛が生えたばっかりのガキには危ない。兄、触るだけで。あかんちゅうんじゃ。我ら犬の世話するちゅうんでついたんじゃろうが。弾入っとるさか、危ない。弾抜いたらええ。もうみんなと一緒に山にも入っとるんじゃし。何のマネじゃ。止まれ。撃つぞ。兄、止まれ。撃つぞ。亮太、危ない。返せ。亮太を一匹仕留めたんじゃ。たたられんなよ。俺じゃない、年寄りじゃ。この顔見てみ、人間みたいじゃ。ろくでもないことし腐って。あれら漁に出るわけでないから。年寄りは漁師のくせして、山のもんと一緒になって、あのロアホがまたしけてくんちゃうか。いらんかい。あっち行けや。こってくれや。あっち行け。うるさいやつやの。あっち行け。高いの、ザワザワしとる。いけすに銃撒いたもおって、さっきまで警察も来とたんや。あの辺り、県の海中公園作ると言ったところやろ。綺麗なとこに銃撒いたら、下のサンゴも貝も魚もみんな死んでしまうのに、誰がやったんや。
フランスパン。おきに。大体犯人は分かとんにゃ。海中公園に反対してるやつかの。タバコあるかの。おう、何やろ。消毒オープン。今度は入れとくけど。あか。油折るとちゃうぞ。俺漁師なんじゃからな。계속해에이요久しぶりじゃと言うんであろうまい。綺麗なやね。船で回ったら新宮とここついめた花の先やのに。はあ、私今十二のあの時に戻った気する。私ら他から来た子やったさか、なかなか村の人に相手にしてもらえなんださか決心したんよ。あの時好きで好きでたまらなんだの。落ち着いて回った。あの時たっちゃんキラキラ光っとったんよ。うち血がどっさり出てズロース汚したけど、たっちゃんについてしもっておばさんに見つかったらどうしようと心配したんやから、もっとそばに寄って。なんか心もとないよ。
奴らと付き合うてと、しまいにはえらい目に遭うぞ。ゆうべも、君ちゃんとあいつ。誰に聞いたんじゃ。みんな知っとるわ。お前が山の門に船貸したとも言うとる。これやるさか。な、ここらの後ろでも引っ込んどれ。なんだい、女でもおるというんかい。かかっとる。そうか。おお、かかっとるかかっとる。えだいつぶりようやな。俺が教えて、亮太が自分でかけたんじゃ。猿がかかってもこんなになるじゃろな。お前ら偉いことしてくれた。榊じゃ、神様の木じゃ。達夫、かまんかまん。山の神さん、俺の彼女じゃ。知らなんだ。知らんことあるもんかい。俺何しとる。早う見せて喜ばせんかい。何を見せる。相手は女じゃ。女。お前、神さんの木転校したんじゃさか。なら見せて謝らなんだら。こんなんで我慢じゃろか。我慢して気沈めてくれるじゃろかの。恐ろしい男じゃ。何よ。もう辰夫らと組めんわい。おお、かまんわい。俺は別のやつと組まい。みんなお前をかわいかわいで来たさか。神さんまでかわいと言うてくれてると思うとるんじゃろ。ああ、いや
俺しか神さんを女にできるもんか。ええ加減にさらせ。酒あったらイチゴでもいいんじゃけど。あったと思うけど。立ったまましたことあるかと聞いたら、あからめるんじゃ。今度一人で来るさかと言うたら、俺に水汲みながら、こそっと女好きよった。おい、並べや。何祈りやってん。え、お金儲かるようにね。ああ、わし金動かそうと思ったらできるやけど。この辺り考えようによっちゃこれからじゃの。海中公園じゃろ。ハダスの辺りにホテルじゃろ。いや、そこは原発が来るという話もあるの。ハダスやアタシカあたり金あったらみんな空き家買うとるんだ。みんなわしが世話してやっとるだろ。神宮で男に騙されたんかの。別れても男の借金は私が払うんやな。本当のお医者みたいや。わしも男や。何でも相談に乗ったらで。私ちっちゃい時から姉ちゃんと二人きりやったさけな。
後で待ってて。分かった、あれやろ、連絡するで。どっちに乗るな。どっちってどっちに決まっとるやないか。勝手にさらせよ。ミコ、工事の方に乗れ。俺はもう飽きたんじゃから。俺に1回しかさせてくれんさか。これは飽きたんじゃ。立ったままさせてくれるんじゃったら助かる。でも兵隊みたいなこと言って聞いてやってほしい。むしゃくしゃするんじゃ。山川の兄さん勝ってそれが商売やさか言うとるんやで。海中公園作って海の底見て何が面白いんじゃん。ドアホ。あんたが犬見て心安らぐように魚見やったらみんな心安らぐ。子供たち勝ってそんなんできたらええな言うとるしね。わったわった。あれ、俺の親が兄弟にろくなことを聞き込んだったら噛み殺さず。わし殺すというか、おとろじよ。おとろじ、おとろじ。わし何もしてないけん。風呂が一人
だけじゃがな。タツオ、あんまり怒ったらあかん。おい、やめてか、おい、おい、誰か、助けろ、おい、よし、よし、あっち、あっち、この下の途中って海中公園できれば餃子金儲かるのね。逃げ島はこのままがええんじゃ。山川の兄さん、達夫をあんまり怒らせんといてほしい。わし殺すって言うんだ。またにしよう。れうちは誰が何言っても達夫や母さんが首立てに振らなんだら土地ら手放すわけにはいかんのやから。今日は姉さんら集まって何やの。明日死んだ父ちゃんの17回忌や。今晩のうちに名古屋の姉ちゃんも大阪の姉ちゃんも来よる。ああ女ばっかり。達夫の上に姉が5人もおる。うん、あ、なあ、お茶飲んでいいか。あ、まあ、呼ばれて行こうかいな。あいつしかねえじゃろ。あいつはの二回目じゃさか漁師に敵持ってるやつじゃ。どこでもよくで腐ったら待て。なんじゃとはなんじゃ。よだ！たったま増してきたぞ。兄、亮太かい。俺も連れてくれ。どれ。
かったね。俺、兄のすること何でも知っとる。サルかかったかい。まだ。もうじきや。サルなんか取ってある。いくつになった。17か18やろ。19。うちとたっちゃんな、昔恋人同士やったやで。うちが12、あの人14、それくらいからできたったやで。いじめるな。あんたいくつでした。まだ一人持ってるんやろな。何人彼女おるん。そこの餌取れ。釣りに出て釣らんと帰ったら疑いが深なる。さっちゃんと掛け持ちやさかね。姉さんもいくつも掛け持ちしとるじゃろ。難しいこと言うな。どうせお前もこれが気になってしょうない口じゃろうよ。亮太、明かりをもうちょっと落とせ。それでずーっと沖まで船出せ。わかった。もうちょっと奥行こらへん。心配せんでもええんよ。かすぐらいかまんのじゃ。本当のおじさんみたいに思っとんのに。いやいや、間におったら返してくれたらええんじゃん。せやけど、こんなに。いや、ええんじゃて。お気に。また世話になってしまったら。うち、いつも貧乏くじ引くよ。
前もうち何もしてないのにどえらいこと言われたし。村の連中がみんな性根悪いんじゃ。どん詰まりのこんな土地にしがみついとるさか、他から来たもんにみんな尻持ってくんじゃ。こんだけあったらスナックの借金返せる？うん、もういいや、スナック。男寄ってくるけど懲りた。もう店やめたいわ。うん、まあ男が嫌がらせ言ったらわしに言うたらええわ。ああ昔のブローカー言うたらヤクザやだ。ああわしだけでやかなんだら他に何も本物知ってるし。嬉しい。姉ちゃんとこにいつまでもおられんし、あの男に借金返してまた店できる。うん、ああ男らな寄せつけたらあかんと。うち頑張るで。うん。先降りといて。何でいいかな。また噂されちゃうか。木のせい。いくらね。いくらでもいいんじゃの。わし小林歩いてくるさか。歩いてくるんか。うん、昔からそうやが。そうやんで値段かまわんねや。2000ぐらいにせんかい。元値が2000ぐらいやでの。そしたら3000か。いや3500円もしな。だけど。ええ天気やの。一つもええ天気でないわ。売り切れとったで、コーヒー牛乳。ああ、ええわ。うん、やっぱり知らんのやろな。知っとったら言うやろ。あそこのうちもみんな心配しとんやろさか。うん、女の兄弟ばっかしやさか。かわいいかわいいって育てて、もうええ年やのにな。そうやな。ありゃ女が悪いんじゃい。油まいた男のことかの。あの女に操られとんやわ、パンパンに。初めはあたがし一匹で刺してくれたいよとったで。安いわ。そのうち高いもんにつくんやわ。兄さん、騙されたらあかんで。とぼけてもあかん。
何もかも知っとるんで。さっきあの女と会ってたやろ。兄さんは大丈夫やろな。騙されるや騙す方やさか。家を建てられんような土地を嘘ついて建てられます、住めます、売りつけるやさかな。今日どんな話するんだい。話したらよ。あっ、クッサイ、またじゃ。あれ、やむ気配ないぞ。山いても土砂降りじゃ。兄、これできるの連れてきたのか。いらいな。海中公園にするんじゃと神武上陸の地じゃと。クソ、海の中が何が面白い。海から上がったものの何が偉いんじゃ。何猿かかっとるかわからんの。雨じゃったら安心して出てくる。どーんと道つくのは悪いことないんじゃが、むしゃくしゃする。神さんの海じゃ。当たられるってみんな言うとる。神さんに魚を捧げる時だけじゃ、あそこに入るのは。しも一応漁師やさか。ルータ、カマンカマン。よっしゃ。アニエラウ飛び込め、めめしい、バチ当たるの恐ろしいか。ねえ、ラリー、おい、バルー、よし、当たっ
ったのじゃねえか。うりゃ。あの人どこ行った？何考えたんねん、あの人。私ね、あんたらと一緒にこの町出て行きたいやん。やめた。寝具まで行ってくるわ。
事情やの。ああ、そうやの。あれ？こんなとこ取り死んだろ。あ？罠の中に500円札2枚落ちたろ。くわえてきたんかいな。耳で聞いたんだけど、猿に決まっとる。おーっ、あー痛い、痛い、痛い。おい、わしら右手の方が十万ちゃったから力出んな。あー、オキオキ、あれだ。百姓する奴らが猿取りの罠を仕掛けたんじゃ。そうじゃ。痛いのなんの言うて、お前奥歯抜けた時よりもっと痛い。痛いか。歩けるか。痛いな。どうもならない。痛い痛い痛い。ほな、俺取るんじゃ。病院連れてこ。よし、大丈夫や。痛い痛い痛い。よしよし、大丈夫。痛い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 。よし。こいつら目がとろいんだろうの。わいわい騒いどってかかったんじゃ。ようけかかったんじゃな。親がけした時じゃったらよかったんじゃけど、焼き鳥にしてくれたんじゃ。そうはうまいかいにゃいかん。達夫に惚れてくれとる神さんでもそこまでは面倒見ん。あ、こいつ生きとる。死んどるのか。子供は可愛いど。女房もええもんじゃ。母親も姉らもわしに何しとる。陰で女房泣いとるの知らんのかっちゅうんじゃが、わし悪いことした覚えない。まあちっと人並みになれ言うんじゃ。兄は馬並みじゃ。でっかいの。ほら、ガキのくせして天狗言うな。兄だけ不死身なんじゃ。ほら、なんない。ようによたる。大きい。キミちゃん、ちょっと。後で来るな。うん。でも、おこんこん様まで相手にしとるの。知らんよ。あんなの騙されたと思ったら何するかわからんやから。うち騙してないで。あのおっさん勝手に同情してくれやるんやから。やきもち？あんた自分の亭主だけ守っといたらええわだ。あいつ、胸触ってきたで。あんたがわざとしとるんやないの。より戻そう言い寄ってきたわ。冗談言わんといて。網元のボンボンやと引っ掛けて一丁いてこましたろういう誰かさんと違うやとバチきたった。はあ、あんたな、うん、二人きりの兄弟やのにそやからすぐ死ぬかる言ってるわだ。恐怖のように
さん、そろそろ帰るぞ。兄、タオル取ってくれ。そこら中詰められやる気する。兄のマネズーさが、うちあの人初めてやったやで。もう上がれ。なんで？うちがあの人のこと考えやるさか。やきもち焼きやる。ドアホー、おっと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 、またばあちゃんに無理言うて。ええの。これが達夫に買うてもらう約束しとったさか。あの人忙しいさか。気ばっかりばかって。こら！ばあば！ちょっと！ばあば！やめなさい！
うバンバン。ひろゆき、バンバン。大丈夫ですか？ああ、向いとね。いっぺんみんなでじっくり達夫に説明するわ。海中公園の話したら怒るで。あの子は優しいんやよ。わしが家がええね。家からの眺めは極楽じゃねえと言うとったさか。海中公園作ったらあのうちどかんならんと思って反対しとるや。ねえ、兄さんの言うとおり、わしらだけのこと言うとられ。今のままじゃどん詰まりじゃ。まあ、海中公園でもできたら道だけでもつけてくれるじゃろうからここはようなるわ。わしみんなから登記書を預かっとるんじゃが、このままじゃ紙くずやの。そうやろうね。まあ、あんたらとこが海中公園の中心になるんやさか。あんたらがうんと言わなんだらどこの家も紙くずのままやさか。祭りに入るのもやめてもらおうというもんもおるんじゃ。注意も悪さしたんじゃないかとも言うとる。そやけど誰も見たもおるんで悪ま。達夫はやっとおらん。新島のもんも虫がええわ。人のとこが自分の辞書どうしようと勝手じゃのに。神代の昔からわしらはここにおるんじゃから。ばあちゃんとあの人が決めることやから。あよ、優しいんじゃけどな。罠にかかったの外してくれて大きな病院へ連れて行ってくれたんじゃけどの。達夫がかん。町は違うの。大きな病院じゃった。これいくらじゃ。1000円でええけど。ああ、高いことないか。まあいろいろあるの。それが一番安いだろ。1000円か。もっと安いのあったらいいのね。何着るんじゃろ。着るものによるけど。何着るというて。この町で何人の男が騙されたんかいの。取るもんだけ取って逃げたんかいな。どうでもなれと思とんにゃ。昔からあれらそんなやさか。面白い話かな。兄さん、いくら使ったんあの女に。帽子が5000円ぐらいじゃろうから。まあ60万から5000円引いたぐらい使っとるわ。なんねん。たっちゃんにの、女房子供捨てで一緒に逃げようら言うたらしいで。りょうたともしとるようなで。もうおらんよ。さっき出て行ったわ。大きなカバンに容器お金、兄さんのお金も詰め込んで。あの女はどこ行ったか知っとるやろ。何を言うとるんじゃ。知っとるやろ。
ない。おじさん、こんなとこまで来とるんかい。ああ、わし行くことやさか。歩いてか。うん、わし汽車に乗ってしまうさか。乗れんのや。明日もクリスマスやの。今日も明日もクリスマスじゃ。わしのパーティーじゃ。おきに、えな行くわ。おじさんもパーティーかい。するんじゃ。なんや見せて。あいちゃんか。三人ともあいちゃんか。あんたらこれタダで手に入れたんやろ。番号でわかるんやからな。三三三三三。わら三三三三じゃ。あいねタダの三やで。あいちゃん、あいちゃん、ママさん、彼氏来たあるで。三やで。どうしたの？いやー。なんでちょっと俺、兄よ、これ女がいらんわい。何やったの？これ飲み食え。サービスした言うたのに。入って、僕も入り。な、いらっしゃい。あ、サービスしたい。やーかいらしい、あんたねねやな。ねねやないど。だけどどういう段階だし、かっこいいわ。嬉しい。なんで来た？この人、ウェディングベル。
お父の釣りにまた来てよ。いっぺんに熱出たもんやから起きられてごめんな。うん、俺はたまんのじゃ。火祭りまで治ったらええが。ばあちゃんは端からやろと言うとるんやけど。おか、代わりに俺がこいつらの分まで暴れたろ。お前この頃ちょっと行くの早なんだんちゃうか。もう違うぞ。兄、みんな切り上げたんじゃ、さか行こう。やむやむ。山のことは俺が知っとる。えらいやむじゃ。兄、行こう。北へ戻るんかい。兄、行こう。兄。
かむらってきた。いくら海だ言うて知らんとこで生き倒れになるわけであるまい。かむらってきた。もっとそこへ寄ったら。
察に行くんじゃ。どこでも突き出してよ。うちあんたからお金借りた。そうやよ、この店も人だに渡らんとうちのものになった。感謝してある？罠にかけたんだよ。何が罠にかけたんよ。仁木島ならともかく、この町の新宮で旦那暮らされても困るわ。おじさんなりに最初から達夫の二号だったんじゃ。あいつが何もかも仕組んだんじゃ。重油二片も撒いたのもあいつじゃ。おい、俺はな、あいつの嫁さんにも言うたるで。仁木島中に言うたるで。言うてくれた方が嬉しいわ。待てっと。タッチョが仁木島で何しようと勝手や。誰も止められん。そやよ、うちは12の時からタッチョの二号やで。見せびやん、見せびやん。嘘の日や。見せびやん。俺の監修やっかい。女らに言われたんじゃろ。女らの言うこと聞けるかい。男の祭りは男の祭りじゃで。喧嘩せんでも役払えだろ。喧嘩ちゃう。神さんのふりするフラチのやつどついただけじゃ。そんなこと人に言えるもんかお前。
な待っとるよ。姉ちゃんらも来てくれてる。ばあちゃんにあんまり強いこと言うたらあかんよ。分かっとる。ジュース買ってこい。しばらく外で遊んでこい。隠れよう。Ah!